でしょう。なんだこれ。そう来たか。そう来たかってなるよね、普通ね。そうですよね、すいませんね。あ、今日はね、こんな感じで2時間ぐらい続きます。お付き合いください、よろしくお願いします。ね、私がそう引っ越してきて、1周年ということで、私が初めて神戸に来たのが20歳の時、20歳のちょうどあれ5月だったかな、5月だったか6月だったかぐらいだと思うので、確かそんぐらいだったねって、あの私は一人の人に聞いてるんですけど、そんぐらいでしたよね。はい。聞けよ人の話。はいじゃねえだよ。びっくりしちゃった。多分そんぐらいだったと思います。だから3年前ぐらいなんですけど、その時はまだ新開地にあったボイスさんでね、一緒にライブをやったんです。次出る人。次出る俺やって、おい。そう、私は彼、その今から呼ぶ人からね、連絡を受けまして、私も神戸でライブをちょっとやりたいので、一緒にライブをしませんかっていうことで声をかけて、その、新開地ボイスのライブが実現したわけですが、じゃあそれの張本人をお呼びしましょう。いや、ものすごくなんかちっちゃい、ただでさえちっちゃいからだから教えてください。そう、まだ呼んでないのに出てきた。いいよいいよ、呼んでないよ。ピースルタカあげてください。こんばんは。こんばんは。ピースルチザーハルタカの申します。よろしくお願いします。タカイエイイエイねえ、はい、なんて呼ばれてないのに出てこようと思ったの。緊張してるから。その他の何者でもないわな。そうだね。私のホームページに、当時まだ私その時あったホームページは BBS というね、掲示板というものがまだあって、今はないんですけど、でそこに YouTube 見ましたってメッセージを書いてくれたのが始まりでしたね。はい、そうそう、それでちょっと仲良くなって、で私ちょっと関西でまだその時ライブをやったことがなかったので、ちょっと関西ツアー行きたいんですよということでお話をして、紹介してもらったのがボイスさんでしたね。はい、はい、ガチガチ。イエスマンかお前は。日本人やな。だからね、あんまり長いことステージに立たせてあげてるのがかわいそうだから、なんか歌おう。早く、一刻も早く歌って、一刻も早くお前ビールを飲みたいんだろ。はい、頑張る。一歩前に出て言うくらいのね。じゃあなんかね、調子が狂う。映像だか。飲んでるか。飲んでる。もうなんか、じゃあ曲紹介はする？え？しようかな。じゃあ。じゃあして。はい。歌うのはね、いつでもっていうメグの歌なんですけど、僕やっぱり。知ってる通り、彼女と遠距離をしてた時に僕がずっと聴いてる曲で、やっぱり、ね、この歌詞のようにすぐ会いに行けるわけじゃないですけど、こういう気持ちで今どんなことしてるんやろっていうのを、ずっと考えながら、ね、それがなんか遠距離って言ったけど知らない人がいるかもしれないので言うとくと、一応次期旦那です。初共演。私とピースフルが対バンしたことはありましたけど、一緒に歌うのは初めてですね。皆さん歴史の目撃者です。
な